ここにですね、黒いボードがあります。このボードにはですね、3つ穴が開いてます。こちらも同じですね。そして、赤いロープと、それから白いロープがあります。そうしましたらですね、この赤いロープをこの穴から2つに折ってですね、2つに折ってこの穴から通します。白いロープも同様ですね。白いロープも約半分に折ってこの穴から通します。そしてこの上の穴ですね、上の穴に先っちょを通します。で、白いロープもこの小さな穴から、通します。そうしますとね、こうなりますね。裏側はこうなってます。赤いロープと白いロープが出ています。そうしましたらですね、ここでロープを引っ張ります。引っ張るとロープがなんと交わって出てきます。このボードにですね、このボードの穴に、ロープを通す、これは別に不思議なことでも何でもないんですけども、今度は赤いロープをこのボードに通します。そして上の穴からこっち側に、マジシャン側にロープを出します。赤も同じですね。赤いロープを上に開いている穴からマジシャン側にロープを出します。そうするとこうなってますね。後ろがこうなってます。ここまでは何の、不思議なことはありません。ここでですね、これを引っ張るわけですけども、その引っ張り方にちょっと種があります。引っ張るときはですね、ここでですね、これをちょっと赤と白を交わして、まあ、どっちでもいいですね。赤、白のロープだけを取る。あるいは、この赤のロープだけを取る。こうやって取る。どっちかにします。ここではですね、ちょっとね、白いロープを取りたいと思います。で、白いロープをこう、合わせて引っ張ります。ちょっと、横にしてやってみますと、こうやって引っ張っていくと、もちろんこれね、こんな感じにやってるっていうことはですね、お客さんには見せないわけですね。こういうふうに見せて、そして裏側で、今みたいに白いロープと赤いロープを交差させて持つわけです。白いロープ同士を持ちます。そして引っ張ると、なんと白いロープと赤いロープが交差して出てくるわけです。本来ですね、別々に赤いロープと白いロープを穴に入れたわけですから、それは交差するはずはないはずですね。それが交差するというのが
カーマジックのネタです。非常に簡単なマジックですので、ぜひチャレンジしてみてください。